BMD-3 はソビエト連邦の不評戦闘車。BMD とはロシア語で空挺戦闘車を意味し、この型の車両は空中投下が可能なように設計されている。BMD-3 は1980年代中盤 A シャバリン主任設計士により開発され、1990年にソビエト連邦軍の装備として採用された。 BMD-3 では空挺兵を内部に収容したまま空中投下が可能なように設計されている。BMD-3 は車体設計が根本的に見直され、車体容積が増大し、BMP-2 の砲塔が搭載できるようになった。車体正面右側には RPK-745.45mm 機関銃が 左側には AGS-17 プラミア 30mm 自動的弾銃が設置される。砲塔には 2A4230mm 機関砲と PKT7.62mm 機関銃が設置されている。砲塔には安定装置がついており、走行間射撃が可能である。最大行角は75度まで取れる。対戦車戦闘用に、 対戦車誘導装置 QP135M と射程4000メートルの QM113 コンクールス対戦車ミサイル4発が搭載されている。砲塔の周りには 902V2 チャ発炎弾発射装置2機が設置されている。砲塔の背後には2人の空挺兵が座ることができる兵員室があり、銃眼を通して射撃を行うことができる。 その外、3人までの予備スペースが存在する。n b c 防護は、閉員室の密閉とフィルター式換気装置による過剰圧力の生成によって保証される。2バイトから60から2液冷ディーゼルエンジンは、出力3 3 1キロワットで、エンジン予熱器と非噴射式予熱システムが設置され、引く、摂氏25度の環境下で5分。 低接し45度では20分で発進することを可能にしている。BMD-3 用にプラットフォームを必要としない新型高化装置 PBS-950 が開発され空艇兵を乗せたまま投下し着地後直ちに戦闘に移ることが可能となった。弾薬搭載数は QM113 対戦車ミサイル4発。 2A4230mm 機関砲弾500発、AGS-1730mm 敵弾290発、PKT7.62mm 機関銃弾2000発、RPK-745.45mm 機関銃弾2160発。ありがとうございます。